さあ皆さん始まりました。今日の日付6月の15日ですね。今が16時ぐらいです。いつも通り日本株と米国株マーケットの解説、状況解説やっていきましょうか。まあ今日もね、日経平均下げましたね。303円安かな。まだ落ち着き取り戻してない。まあストキャスティックス売られすぎの水準まで下がってないので、ちょっとね、まだね、あれではね、完璧に突っ込んでないですよね。まあ、重要イベント控えての状況なんで仕方ないんですけど、まあ、とりあえず、いつも通り米国株の分析から始めてから、その流れで日本株の方に引っ張っていきましょう。連動させてね。で、まず見ていくのが、ニューヨークダウの冷やしチャートですね。今、下落方向にバンドを計測しています。バンドーク。冷やしがボリンジャーバンドの下のこの青のライン、マイナス2シグマのラインに沿って下がる、強烈な下落トレンドの2日目です。はい。このパターンが出てくるときは日柄調整かもしくは何かのあの突発的な上昇が入って下の青のラインから日足がね、あの離れないといけないんですよね。今のところその傾向はない。RSI が売られすぎの水準まで下がりそうな感じがするんで、ここはですね、このライン割ってるもんね。トレンドライン崩れてるんで、まだね、これあの下げ止まりの兆候出てないっすよね。フィボナッチラインはまあ一応ここあたり意識するんだけど、まで行くのかな、どうだろう。でもやっぱし気になるのがね、やっぱしこのここの窓ですよね。ここにね窓が開いてて、28,500 円ぐらいのところに大きく口開けてるんですよ。空間が開いてるんですよ。ここまで下がってくるってなってくると、やっぱしここあたりフィボナッチのラインも意識されがちになるのかなっていう気がします。で、さっきねツイッターの方でも情報を皆さんの方に共有してるんですけど、 0.75% の利上げ確率がかなりこう6月から増えてきてるみたいじゃないですか。15日 FOMC での75ベーシスポイント 0.5%、 0.75% の利上げを 89% 割り込むという形で、でもね、ここに関してはねどうかなと思ったりするんですよね。今のところFF レート、まあ、金利の状況を見るんですけど、今アメリカの2年債利回りは吹っ飛んでて 3.352% で、5年債利回りも吹っ飛んでる。で、10年債利回りも 3.4% まで上昇で、20年債、30年債という形で、まあ大体 3.5% 近くまで上がってるんですね。で、逆イールドを発生してるのはアメリカの30年債引くことの5年債利回り、ここはまあ直近もう逆イールドマイナス 0.100122% という形でマイナス乖離しちゃってます。まあリセッション景気後退懸念が台頭してると。で、アメリカの10年債引くことの2年債利回りも、まあ、ギリギリのところで耐えてる。まあ、若干 0% はまだ、過労死で下回ってないんですよね。で、6月の利上げ確率は 0.5%、FF レートを見ると 0.5% なんですよ。で、7月も 0.5%、この回数を見ると。で、9月の FF レートを見ると 9.88 回なんで、ここで 0.75% っていうのが、ちょっと出てるんですよね。FF レートは 0.75% 折り込んでないんですよね。0.5% なんですよ。9月なんですよ。0.75% 折り込んでるのは。まあ、とりあえず FF レートがこういった状況だってのを把握しとってください。はい。今のところまだ下げ止まりの兆候は出てないんでね。どちらにしても。米国株は。で、S&P500 もそう。はい。下落方向にバンド置く中。下落方向にバンド置く中ですね。こうね。で、ストキャスティックスは売られすぎの水準に入ったけれども、RSI がもうちょっと下がってきそうな感じもするし、MACD もまだ鋭角に切り下がっている。ここも全然兆候は出てないですよね。で、市場の不安心を表すビッグ指数を見てもらった方が簡単です。はい、今 32.69 ですね。まあ、重要イベントを控えてから、まあ、ここまで上がってきてると。で、ストキャスティックスまだ上げきってないんですよ。で、重要なのがやっぱし MACD。これが、青のラインがオレンジラインを上から下に突き抜ける。まあ、こういった形で下落トレンドを形成したタイミングで、米国株はボトムを打ちやすいです。ボトムを打ちやすいです。あと、パラボリックね。このドットチャートが冷やしの上の方に点灯するっていうことも、必須条件になってくるんですけど、そのパターンを今のところね、このビックスはつけてきてないんですよ。つけてきてないんですよ。だったら、まだね、米国株は引きつけて安く下がってくるかもしれないってところを警戒してた方がいいのかなっていう気はしますね。まあ、ボトムを拾ってやろうと思ってると、やられるので、落ちたナイフは拾わないでください。特に、S&P500 もナスダ、ニューヨークダウも、
直近安値を下回ってチャート崩してきてるわけじゃないですか。しかもバンド奥ですよ。焦って手出すとやられるんで、はい。もう重要イベント通過してからかなって気がします。もし、あれだったとしてもね。で、セクター別騰落率。100番上下したセクターね。見るんですけど、一番下がったのがユーティリティ。もうこれ強烈に下がってて、下落方向にバンド奥中。5日と200日がデッドクロスしそうになってると。RSI 売られすぎだね。で、下落2位が、生活必需品。ここも直近安値ラインを終値ベースで下回ってて、まあ、バンド奥に発展しそう。RSI が売られすぎのラインに入るまでちょっと、注視。可能性を視野に入れる。で、ヘルスケアも下落方向にバンド奥。リアルエステートも下落方向にバンド奥。フィナンシャルセクターも下落方向にバンド奥。マテリアルセクターもバンド奥。コミュニケーションサービスセクターもバンド奥でしょ、下落方向に。はい。で、工業セクターも若干バンドを組んできてる。で、ここですね。一般消費財に関しては直近安値ラインまで揉み合ってる状態なんだけど、ここまだストキャスティックス落ちきってないんですよ。もうちょっと下がること警戒。で、唯一上がってるのがエネルギーセクター。まあ、ここが若干プラスであるのと、インフォメーションテクノロジーが 0.62% 買われてるってだけなんですけど、まあ、エネルギーセクターに関してはまだストキャスティックス落ちきってないので、いまいちですね。まあ、ここあたり下がってくるの分かってたんでね。もう前から言ってたんで、ライブ配信の中でも。423.6% 戻しラインで頭取って下がってきてると。まあ、テクニカルパターンが当てはまってる状況ですね、ここはね。今まで好調、こういった試合の中で上げてたエネルギーセクターまで崩れてるってところが、ちょっと今回の下落のポイントですよね。まあ、インフレ率がね、最高値取ってきちゃったっていうところ。まあ、それで利上げが、ガンガンしてくるんじゃないかと。で、アメリカだけじゃなくて、欧州の方も利上げをガンガンしてくるんじゃないか。9月に関しては 0.5% 論だけじゃなくて、0.25%、0.5% 以外のことも視野に入れてる的なね、発言が、いや、総裁から出てたりもします。はい、メンバーから声が出たりしてます。ちょっとね、そこあたりを考えていかないといけないですよ、対応ね。アメリカだけじゃなくて欧州も待ったなしっていう状態が現状です。はい。じゃあ、ナスダックはどうなのか。0.18% 上昇ですね。小幅に上昇。だけれども、これまだバンドオークなんですよ。直近安ラインも下回ってる状況なんで、ストキャスティックスは落ちたけど、ここあたり微妙っすよね。他のところは。そこだけですよね。下げ止まりの兆候出てるの。で、ナスダックのビックスも高止まり状態。38.51 ですね。マック D ゴールデンクロス形成、ストキャー上がりきってないパラボリック上昇トレンド形成、今のところこれが下がってくるような動き方には今のところなってないです。下落トレンドを形成するような動き方にはなっていない。で、ソックス数は 0.63% 上昇ですね。まあ、大きく下げた反動で、ニューヨークダウであったり、S&P500 よりも下落率がね、その前の晩、ひどかったですから、はい。まあ、その分若干戻してはいるけれども、っていうところですね。ですね、で、ここあたりはね、やっぱし週足の動きも見ていかなくちゃいけなくて、これニューヨークダウンの週足ですね。25週と75週のデッドクロス形成で、そのタイミングで下にスパンっていってるんですよ。で、50週移動も下がってきてるっていう状態です、今これ。200週移動はここね、200週移動は。週足で見るとまだ下落方向へ、下落基調ですよね。で、S&P500 もそうなんだけど、ここがね、こう、25周と75周の距離感だいぶ近づいてきてるんですよ。もうワンプッシュ来る可能性があるんで、警戒。ナスダックは逆にこの25周とのデッドクロスのタイミングでストーン下がったんですけど、ここは50周と75周のデッドクロス形成もちょっと見えちゃってるんですよ。多分この距離感だったら、どっかで組んでくると思うんですよね。デッドクロスをどっかで組んでくると思うんですよね。まあ、200周移動で一旦止まってる感じだけど、まあ、こういった形だって覚えとってください。で、ソックス指数もね、ここデッドクロスで、このタイミングで下にパンって跳ねた。はい、こんな感じですね。で、アメリカの中小型株指数を見るんですけど、ラッセル指数ですね。ここはなんとか下げ止まって、直近安値ラインはまだ割ってないんですよ。でも、ストキャスティックスまだ完璧に落ちきってないですよね、ここね。
週足、5周と200周移動の距離感近いんで、そこ警戒かな、警戒かな。ドキュア RSI、MACD もまあ中途半端ですもんね。まあ、とりあえずこんな感じですね、指数に対しては。で、個別の動きで言うと、一番下がってるのが、ウェルスファーゴ、銀行株ですね。まあ逆イールドになっちゃってるんで、金利が上がっても逆イールドになってると、銀行株にとってはネガティブです。だからこれ下がっちゃってるんですね。はい。下落方向にバンド特集。あとカーニバルであったりとか、まあ、コカ・コーラであったりとか、バリュー株がね、こぞってちょっと安かったですよね。あとデルタエアラインも下落方向にバンド特組んできてしまってるし、で、アルコアとかも下がっちゃってるわけでしょ。これもバンド特集ですもんね。で、市場の中心銘柄であるガーファンもちょっと見るんだけど、アマゾンも5日と25日がデッドクロス組んだんですよね、ここね。その時はまだ落ちきってないんですよ。メタ。0.32% 下落。これも下落方向にバンド置く中。アップルは 0.67% 上昇だけど、まだ横横なんでわからない。トレンドは出てない。アルファベット。うん。MACD はデッドクロス形成ですね。パラボリック下落トレンド形成で、なんとか踏みとどまってる状態。でも、ストキャスティックスは落ちきってない。マイクロソフト。はい、これもちょっと下落方向にバンド奥州ですね。下の青のラインから日足が離れてるわけじゃないんで、まだボトムを打った可能性っていうのは、まだ低いっすよね。うん。なので、現状の米国株の動きを見ると、まだ下落方向にバンド奥なんで、全然落ち着いてないんですね。全然落ち着いてないんですね。下げ止まりの兆候出てないんですよ。まあ、今、先物が若干上げてるんだけど、70ドルだけなんですね。上げててとしても。FOMC 控えて、やっぱしね、難しいところなんでしょうね。結果が出てこないと。あと、小売売上高とかもね、まあ、一応出てくるから、今晩の9時半とかアメリカの時間でですね。日本時間でね。そこのデータもそこのデータ次第でまたブレるかもしれないというところを見せてもらった方がいいかなって気がします。まあ、とりあえず、重要イベント控えて方向感が出づらい試合になっています。で、その流れは日本株マーケットにも来ましたと。日経平均ですね。今日 1.14% 下落。まあ、303円安ですね。はい。一旦ね、踏ん張ったところあったんですけど、引き安値です、これ。引き安値。引きにかけて売り圧力強かったです。ということは、まだ下落圧力は残ってるってことですよね。まあ、ストキャスティックス売られすぎの水準入ってて、RSI もね、まあ、切り下がってきてるんですけど、このラインね、音も引いてるね。いや。このライン割ってきたんですね。RSI は。で、MACD も切り下がっている。で、フィボナッチの 78.6% 戻しラインと、ここの下値抵抗ラインですね。そこで止まってる状況なんですよ。で、ここ割ってくると、まずいんで、まあ、重要イベントを控えて、ここは割らなかったんですけどね。5日と25日移動平均線のラインが近いんですよ。この5日移動と25日黄色のラインの距離感近いんですよ。ここはもしデッドクロス組んでくると、段階的に50日、100日、75日とのデッドクロス形成も同時に入ってきます、これ。段階的にバンバンバンって。そうなってくると、売り圧力が強まる可能性は考えられる。うん。まあ、ただね、僕の視聴者さんはもう、リスク管理完璧で、6割の人は、今回の急落は事前に回避できてるというデータが出てるんでね、アンケート喧嘩で。ライブ配信でも、この詐欺局面でも逆に儲かってるという人が多いんで、昨日とか優秀でしたよね、本当にね。うん。昨日のアンケートとか優秀でした。昨日儲かった人で、35% くらいかな、30% 以上の人が儲かってます。で、利益取れなかったって人が、残り3割ぐらいで、あと脳トレとかが3割ぐらいかな。だから、大体、65% ぐらいの、60%、65% ぐらいの人が、今回のこの局面は、リスク回避しながらできてるという形なんで、それ良かったですよね、本当にね。まあ、その方はね、安いところで買えるチャンスを下がっていきましょう。ただ、安易に手を出すのは危険なんで、重要イベント通過してからです。しっかりと方向感出てから、まあ、頭と尻尾はくれてやれで、ボトムは誰かに上げてもいいんで、しっかりとね、トレンドが上向いた段階でエントリーしてあげる。まあ、そこをね、やっぱし、
目指してやってもらった方が安牌かなと思いますね。落ちてるナイフは拾わないでください、とりあえず。はい。落ちてるナイフは拾わないでください。今年は本当にそう簡単にいかないんで、で、もし安いとこで買って上がってきたとしたら、スライスして売り上がっていく。これは必ずやっていきましょう。で、持ち越す株と、最初に買うときに持ち越す株と、スライスする株、これを決めててください。例えば、500株買うとすると、200株、300株だけ持ち越して、残りの200株は売り上がっていくようで、短期用で持っとくっていう感じでね。で、300株の方で、上値を目指していくというやり方。はい、もしここから上がっていく局面になったとしても、そのやり方は依然として継続、依然として継続、それでいいと思います。それが実践的なやり方です。それやってもらっている方はもう僕は今回の下落はもう耐えてもらってるんで、はい、その結果が今回のここでの急落局面、リスク管理完璧にできてるって人、アンケート結果で 60% っていう結果ですね。ただ残り4割の人がきつい状況なんで、この人たちに対するフォローも必ずね、僕はしていくんでね。一緒に頑張っていきましょう。今の局面乗り換えていきましょう。とりあえず今のところまだ日経平均は落ち着きを取り戻してない。で、ドル円、134円70銭ですね。バンドオクで日柄調整がちょっと続いてます。バンドオク日柄調整が入ってパラボリックマック D が下落トレンドを形成すると、スーってね、ちょっとボリバの中央線25日移動平均線まで下がってくる可能性があるんですよ。ただ動くとしてももう、重要イベント FOMC 出てからですね、金利がね。うん。これ、出てからです。ここは。ただし、やっぱし円安に向かっちゃってるんで、ドルベースと日経平均に対しては最悪です。これ日経平均割ることのドル円ですね。為替の変動リスクを加味している。まあ、ドル円の変動リスクを加味した日経平均。海外投資家見ている日経平均はこれなんですよ。で、このドルベースと日経平均は、直近安値を下回って下落方向にバンドを駆使です。下落圧力強いんですよ、ここは。で、RSI が売られすぎの水準に入ってきてるから、どっかで下げ止まりの兆候ちょっとね、出てきてるんだけど、ただ、やっぱし、これがね、海外投資家の心理っていうか、ムードを冷やしちゃってるところあるんじゃないかなと思いますね。かなり、ここは強い下落基調になってます。もう、年初から見ても、もうずーっと下がりっぱなしなんですよ。こんな形で、円安が進んでるから。海外に投資家は日本株投資しても儲かってないんですよ。だから、直近のデータを見ても、海外投資家は、もう、小幅な売り越し、もう全然買ってきてないっていう状況ですよね。はい。全然買ってきてないって状況ですよね。で、主力どころの動きを見る前に日経平均に関わるデータですね。ちょっと口頭で申し上げるんですけど、申し上げるって言っちゃったんだけどね。言うんですけどね。で、騰落率が、今25日が 94.52 ですね。まあ、中途半端ですね。別に売られすぎっていう感じは出ていない。で、空売り比率に関してはまだ、46.1%。前日が 44.9% から、まあ、1.2% 増えた感じですね、空売り比率が。なので、なんて言ったらいいのかな。ショートが入ったって感じだよね。ショートがね、一旦ね。ショートが入ったって感じだよね。で、日照合計の信用倍率もね、依然として高いんで、3.87 倍なんですよ。信用評価損益率に関してはね、6月10日時点のデータしか出てないから、マイナス 10.56% なんですけど、そこから悪化してるに決まってるん で、信用改ざんね、整理されてないです。3兆300億円ぐらいだった信用改ざんが、3兆700億円で500億円増えてるんですよ、全体で。需給全く整理されてない。ということはどうなるかっていうと、日経平均のチャートに戻るんだけど、1月の高値期日警戒しましょうということですね。これ、高値ピンク、で、半年後のボトクもピンクって形で色合わせてます。で、11月の高値は5月の半ば。1月の高値は、7月という形でね、半年後のラインを出してるんですけど、わかりますかね、大体。半年後にボトムを取ってるんですよ。高値、安値。で、1月高値で、じゃあ7月はって考えると、まあ、ここに向けて信用の整理が行われるんでね。で、1月高値取った銘柄は、7月の頭に向けて、ちょっと需給の整理、まあ、信用改ざん、まあ、信用で買った人は半年後に売らないといけないんで、強制的に売らなければいけないんで、破壊的な売り、強制ロスカットが出るんですね。その、信用の整理が行われるから、ここあたりはちょっともたつく可能性がある。
でも上げてる段階からね、もうここあたりに向けて下がってくる可能性あるんで、警戒ねっていうふうに言ってたから、ここもね、多分同じようなパターンになると思うんですよ。ということは、まあ7月、おそらく7月の半ばぐらいかなって気はするんですけど、もう一回動くとするなら。難しいですけどね、今の。主力どころの動き。ソフトバンクグループはちなみに横横の展開ですね。フィボナッシュの61.8%戻しラインに止まってる。でも5日と25日がゴールデンはデッドクロス組みそうなんです。そこ警戒。他に下がってるところは金エンス。蓋掘ってきましたね。これ1月高値銘柄なんですよ。1月高値。1月高値で7月安い、期日なんですね。その整理が進んでるような動き方です、これも。で、レーザーテックも、まあ今日また1%下がっても、これデイトレのおもちゃなんで、ここも1月の高値で7月に向けて重たい展開がまだ継続中ですね。はい。継続中。で、村田であったりとか、村田製作所であったり、東京エレクトロンもね、1.37%下がったんですね。これ下落方向に番読中なんですよ。で、これね、本当に東京エレクは投資のタイミング、エントリータイミング慎重にやりましょう。これね、長期の移動平均線、まあ、ここあたりあるじゃないですか。25日、100日、75日、50日、いろいろあるんですけど、ピンクのライン200日とのデッドクロス形成をおそらく組むんですよ、これ。同時に、ほぼ同時に全てのラインがデッドクロス組んでくるんですよ、おそらく。この距離感だったら、突発的にパッてすぐに戻らない限りね。こうなってくると、強化し通りの動きでいくならば、売り圧力が発生してもおかしくないんで、なので、ここあたりもね、直近下落幅が半端ないですよね。まあ、金利も上がっちゃったっていうところでね。はい。グロースにとっては、きつい状態が続いています。で、リクルートも、4017円で今日大きく下落。で、ここも、1月なんですね、実はね。もっと前から、ここの11月の高値期日は終わったんだけど、1月の高値期日も控えてるんですよ。この高値期日。1月5日ですね。これが7月5日なんだけど、そこに向けて下げていく流れ。ここも需給の動きです。需給。信用の買いの整理。マーケットも弱いからってことで、需給、まあ、信用改ざんが溜まってる銘柄、こういったね、動きをしがちです。1月高値銘柄は、ちょっとね、目先きつい動き方をしてくる可能性があるので、戻ってないからね、株がね。警戒しましょう、皆さん。警戒しましょう。突発的な下落には警戒ですね。はい。ちょっと噛んじゃった。ごめんなさい。で、その次トピックスかな。トピックス順番でいきましょうかね。その前に NS バイス。日経平均割ることの S&P500 ですね。上昇すると日経平均有利、下落すると S&P500 有利なんだけど、ここは今のところ上がってるんですよ。なので、下落幅は日経平均は限定的になっている。はい。米国株めちゃめちゃ下がってるけど、日経平均、あんまり日本株あんま影響ないのは、これが上がってるからですね。長期の移動平均線ラインはゴールデンクロス継続中で、一応上向き方向です、トレンドは。一応上向き方向です、今のところ。少しだれてきてるけどね。で、トピックス。はい、トピックスもちょっと下がってきていて、このライン割ってきたんですよね、これはね、トピックスはね。5日と25日のデッドクロスも見えそうなんですよ、このあたりの。ストキは落ちきってないんですよ、完璧にまだ。まだ下落の余力は残ってるかなって気がします。マザーズも弱いですね、1.52%の下落。まあ、ここはもう、推奨してないんで、僕は、マザーズは。MACD もデッドクロス形成しそうですもんね。マザーズは僕、今年、一言も短期以外は推奨してないんで、はいだとか、どっちかって僕は手出さないでください派でしたから。中小型株は今年やらない方がいいっていうふうにね。やっても短期とか、買って上がったら機動的に売り買いしてた方がいいよっていうふうに、昨年末から言ってました。で、今年に関しては、まあ、今月に関してはね、IPO 10社あるでしょ？前から、先月から言ってる通り、IPO 10社あるでしょ？で、金利のイベントもあるでしょ？マザーズ持ってたら、まあ、こうなるでしょうって感じですよ。上がるはずないやんって。はい。もう横横の動き方。まあ、ここももう想定内ですよね。もう想定していた通りの動き方してる。まあ、下っ端慣れてないというところは優秀なんですけどね。まあ、大きく高値から下がってるってとこなんだけど、だけど、ストキャとかマックディとか見ると、まだ下落の余地は残ってるよね、ここもね。状況によっては、金利の動向したりは。
日本株マーケットはこんな感じですよね。で、ビットコインとか結構下がっちゃってね、今、285万なんですよね。下落方向にバンドオーク形成中です。まあ、出金停止とかね、まあ、そういったネガティブな情報が出てたりするんで。で、欧州の株式マーケット今のところ若干上昇。ユーロストック50は 0.95% 上昇。イギリス FTSE は 0.53% 上昇。でドイツダックスも 1% 上昇。だけども、まだ下落方向にバンドオークで、ここから V 字回復するような動き方には今のところまだ見えないかな。うん。で、中国マーケット。上海 0.5% 上昇。強いっすよね、上海が。香港反省 1% 上昇。深圳、まあ上昇中という形で、中国マーケットは強い。だから、アメリカが一番弱くて、その次に欧州弱くて、で、次に日本弱くて、中国が一番今のところまだいいという、まあそういった状況になってますよね、今のところね。これがね、FOMC 以降、どういった動きをしてくるかですよね。で、一つ考えられるのが、なんかその、今のマーケット、6月になんか 0.75% 利上げするんじゃないかっていう、その、織り込みがなされてるわけじゃないですか。でも FRB メンバーからそんな発言出てないんですよ。前見と同じなんですよ。その段階でするかなと思って。FF レートを見ると9月なんですよね。冒頭言った通り。そこに触れてくるかな。目先は 0.5、0.5 だとは思うんですよね。0.5、0.5。突発的に 0.75 はやらないとは思う、おそらく。やらないとは思う。ということは、もしかすると、一旦のショートカバーは入るかもしれないですね。例えばその 0.5% っていうのが出てきて、マーケットね、0.75% の確率、要は入ってきてるわけだから、前と一緒ですよ。なかったから、その分のショートカバーが 0.75% 分のショートカバーが入ってバッて上がった時期あったじゃないですか。そういった動き方になって、一旦騙し上げて、またそのブルートラップで下がってくるっていうことも、少し考えつつやってもらった方がいいのかなって気がしますね。しっかりとボトムを確認してからやっていきましょう。もう結果見てからじゃないとわかんないから、そこに対して勝負仕掛けるっていうのは、確率論で言うとね、全然、低いと思います。はい。しっかりとマーケット全体が、いや、底打ちの兆しが出てきたなっていうのを確認してから、やってあげた方が安定して収益は稼げるし、こういった局面の中でも稼ぐやり方いっぱいあります。まあ、空売りしてる人もいるからね。僕の視聴者さんとかメンバーさんの中には。だから、一つのね、やり方にこだわれることなく、臨機応変ね。もちろん、空売りはリスク高いので、僕は推奨しないんですけど、分かってやる分に関しては武器になり得ますので、そこあたりね、しっかりと、機動的にやってもらえたらと思います。なので、まあ、とりあえず、こんな状態です。今のところ、マーケットはまだパニック状態です。崩れてるんでね。はい。弱いんで、しっかりとね、そこあたり一緒に考えていきましょう。また動きあったらすぐにね、YouTube、Twitter 使って情報配信していくんで、皆さんよかったら最後にチャンネル登録と高評価ボタン押してもらえると嬉しいです。あとね、皆さん、いつも通り相場感ね、皆さんの今のマーケットに対する考え方を僕にください。で、その意見を皆さんのやつも見て、最終的に僕はまた今日夜22時かな夜の10時かライブ配信するときにまたインプットしてからアウトプットするんで、僕の考えを乗せてね。乗せて、今の局面一緒に乗り越えていきましょう。というわけで今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。一旦お疲れ様です。また今晩お会いしましょうね、みんな。